残らずこの乱世。早速、織田が攻め寄せてまいりましたか。桃地殿の働きに期待するとしましょう。さて、まずは前線の掃除から始めるとしましょう。四季山城の守りは私にお任せを。父上は織田の撃退にご注力ください。逃がしませぬよ。さてと、久秀を助けてやらねば。手始めに織田勢の陣容を知らせておくか。私は本願寺へ援軍を求めに参ります。一方をお待ちくだされ。多勢に無勢とはいえ、戦の勝敗は頭数のみで決まるものではありません。敵は要所をしっかりと守っているな。これを切り崩すのは至難の業か。四季山城守りは家庭が穴はあるはず。探りを入れてみるか。愛と化せ。異物は消えるが世の定め。叶う相手ではなかったか。そなたは先日帰参した雨雲の光秀殿に絡みつく異物め、今すぐ焼き消えよう。誰が異物だ。倒されるのはお前だ、松永久秀。ひとまず敵は押し返せたようですね。次はこちらから参りますよ。久秀殿、棟梁からの密書でござる。織田の布陣が記されております。なるほど、織田の兵糧はあの砦で。大六兵を出して焼き払いましょう。松永の兵が来るぞ。迎え撃て。しませぬよ。液晶消し去りました。叶う相手ではなかったか。なんと素晴らしき戦果よ。は消えるが世の定め。耐えきれん。引かせてもらう。これより先へは行かせぬ。あの羽はし使えそうだな。うまくすりゃ織田を分断できそうだ。項目なさい。敵将消し去りました。叶う相手ではなかったか。愛と化せ。大六兵に伝えなさい。直ちに焼却です。受けたまわった。兵糧を焼かれただと。久秀、
小賢しい真似をする。敵が勢いを盛り返しているようだ。援軍を要請すべきか。羽橋が上がっただと。敵の工作か。信忠が危うい。急ぎ橋を下ろすのだ。開門。逃がしませぬよ。分断はなったようだな。さて、久秀はどう動くかな。橋が上がったのは桃地殿の仕業ですね。この機を逃さず信忠を排除しましょう。織田の忍びが入り込んでいましたか。桃地殿は何をしているのやら。素晴らしい。これならばあわよくば信長の首も取れるやもしれませんね。急げ、羽橋を下ろすんだ。放て。信忠の救援間に合わなかったか。松永勢の勢い油断ならぬ。どうあれ、信長を撃たねば勝てぬ戦。他の砦で兵を進めるとしましょう。久秀、この信長の首を狙ってきた。だが思い通りにはさせん。開門。待っていたぞ謀反人め。覚悟せよ。愛国家勢。はて、信長が不在とは。一体どこへ姿をくらましたのやら。棟梁より密書でござる。信長は片岡城に移ったとのことにて。ほう、桃地殿が城門を開けてくれるとは。ならば協力のため我らも城へ向かいましょう。城門が開くまでこの場で敵兵を撃ち、城内の目をこちらに引きつけておきましょう。桃地殿の働き存外役に立ちます。この戦の間は信用させてもらいましょうか。松永の勢いに押され気味だね。援軍を呼んでみんなを励ましてあげなきゃ。私こそが天下無双の者の不成。織田の連中なかなか門から離れねえな。どうなりゃ無理やり開けちまうか。通り織田に奇襲の動きが。明智勢が西兵とともに信義山城に向かっている様子。となりゃ久秀は積んじまったな。もう俺らが危険を冒す価値もねえか。十分に敵は引きつけたはずだが、門はまだ開きませんか。桃地殿は何を。松永勢の奴らしつこく攻めてきやがれ。オイラたちで追い払ってやるか。愛と化せ。大目なさい。今こそ信義山城を攻め落とす。皆一斉に攻めかかる。いつの間に。このままでは城が危うい。しかし信長を撃つならば今しか。久秀殿、棟梁より伝言でござる。門は開かぬ、武運を祈る殿。やはり桃地殿は心変わりよ。とはいえここまで来て引き下がるなどできません。さてと、あとは知ったこっちゃねえ。戦が終わるまで身を潜めていようかな。
動かせ。ここで貴様を撃つのが定石か。撃つは消えるが世の定め。おのがし存じ、見通せなかったか。これは見事なお手並み。しぶといやつ。ごつめの兵を惜しまず出せ。数で圧倒し、ヒザヒレを仕留めるのだ。もはや勝機はないようですね。私は市議山城へ下がらせてもらいましょう。勝利条件変更。よし、愛とかせ。手はず通り、皆をここまで引き込めたな。あとは妃での首を見上げに織田に下るのみ。異物は消えるが世の定め。かなう相手ではなかったか。理想へとまた一歩。理想へとまた一歩。は消えるが世の定め。僕はここまでかな。なんと素晴らしき戦果よ。放て。私こそが天下無双の者のふなり。ああ、救援感謝いたす。物は消えるが世の定め。耐えきれん、引かせてもらう。これは見事なお手並み。愛とかせ。耐えきれん、引かせてもらう。敵将、消し去りました。悔しい、ここまでか。なんと素晴らしき戦果よ。叶う相手ではなかったか。しなくては。
液晶消し去りました。耐えきれん。聞かせてもらう。これは見事なお手並み。始末は終わりましたね。城の周りの織田勢も減らせたようです。拠点をいくつか取り戻せたようですし、オーロック兵を呼び込み敵に当たらせましょう。愛と化せ。殿の道を阻む者はそれがしがうがつ。愛と開門。次は解読せ。松永勢が消えがった。今さら俺に何用だ。私を見捨てて高みの見物ですか。その振る舞い、汚らわ。受けたまわった。確かの極みです。気が済んだかよ。だがどうあがこうが貴様の負けだぜ。もはやこの世に未練などありません。最後の時は我が最愛のヒラグモと。おお、助かりましたぞ。災いはうがつのみ。物は消えるが世の定め。もはやここまで。なんと素晴らしき戦果よ。ここは引こうかあるまい。逃がしませぬよ。愛と化せ。ああ、我が理想へとまた一歩。この私をうがつなど無駄です。開門。四季山城へと至る道は開けたようですね。皆、城の援護に回りなさい。我が理想へとまた一歩。物は消えるが世の定め。悔しいがここまでか。なんと目覚ましきご活躍。耐えきれん。聞かせてもらう。我が理想へとまた一歩。異物は消えるが世の定め。これは見事なお手並み。愛と化せ。愛と化せ。私こそが天下無双の者らずなり。私に思い残すことがあるとすれば、光秀殿、そなたを籠絡できなかったことです。俺は信長と共に新たな世を切り開く。それ以外の道はない。勝利条件変更。待て、どこへ行こうと逃れる術など
もはや逃れようなどとは思っておりません。最後は私の好きなようにさせてもらいます。